今日は新約聖書マタイの福音書7章15節から23節その一箇所から開かせていただきます。今日は良い木と悪い木、良い木と悪い木、この題でメッセージを語らせていただきたいと思います。今賛美が捧げられました。また、はい、楽器を演奏する方々の、はい、この演奏がなされました。この礼拝はインターネットによって、はい、世界に発信されております。またインターネットを通してこの教会のメンバーになり、毎週忠実に、はい、この集会に参加しておってくださる方がいることを感謝をしております。先週もその中のお一人か人からお話がありました。電話をいただきました、はい、賛美が素晴らしいんだということを聞きました、はい、またその演奏がすごいんだということを聞きました、はい、ということでハッと私もさせられたんですね。と思ったんですね。自分がやってることが、はい、どれぐらいこう人の心に届いてるのか、はい、それが一人二人ではなかったので、はい、大変感謝をしたわけです、うん、先だっての、はい、東北賛美大会に行って、うん、まあ、優勝したわけです。今年は、ね、参加するかしないかというところがあったようです。また、ね、優勝はしないんじゃないかというふうにも考えたようですが、はい、最終的に優勝したんです。そのインターネット礼拝の方がこう言いました、うん、あなた方は3人で演奏しておったけれども、はい、もう一人そこにイエス様もいたんですよということを言われたので、私も大変衝撃を受けました、うん、まあそういうことはね、クリスチャンの、はい、成熟した方々はよくそういうことを言ったりしますけれども、はい、今回のこの東北賛美大会で、うん、イエス様がそこにいたんですよと、うん、ということでまた、はい、参加した方々も、はい、普段失敗しているので全然失敗なく、ね、完璧に歌うことができたと、うん、今まで出なかった声も出すことができたというようなことが、はい、明かしされましたので、はい、本当に主を崇めた次第です、う